こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国の空母建造力は世界でもトップ。18トンでの原子力空母本体の衝撃試験なども行っている中、中国が4隻目の空母を原子力推進に変更するとの情報も入ってきました。今回、この中国空母について詳しく見ていきます。厄介なのは、アメリカも苦しんでいる電磁式カタパルトを採用するところでしょうか。2021年も3月に入り、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙は、中国海軍が建造中の4隻目の航空母艦について、かねてからの予想通り、原子力推進を採用する模様だと報じた。この中国海軍がの4隻目の航空母艦については、これまで予算不足など、経済的な理由、もしくは電磁式カタパルトをはじめとする技術的な理由で建造が中断されているとも伝えられていた。今回のサウスチャイナモーニングポスト紙の報道が正しければ、そうした理由を打ち消すことに成功したと言えそうで、ついに中国の能力も原子力航空母艦の建造に至ったことになる。これまで中国海軍では2隻の航空母艦を就役させているが、1隻目は遼寧であり、ウクライナからスクラップと称して購入し、完成させたスキージャンプ式の発艦方式を持つ通常動力型艦だ。そして2隻目が中国としては初の国産航空母艦となった山東あり、こちらも、遼寧、同様に、スキージャンプ式発艦方式を備えた。通常動力型艦として、2019年12月に就役している。3隻目の国空母艦は、未だ就役を果たしておらず、命名もないため004型と、呼称されているが、今年2021年の中盤に、収益が見込まれており、電磁式カタパルトを持つ通常動力艦だと言われてきた。そして、今回の原子力推進型の航空母艦は、従来005型と呼称されてきた。艦であり、004型に続いて電磁式カタパルトを採用、さらに推進方式を原子力とすることが有力と報じられたわけだ。個人的には、アメリカ海軍ですら、最新鋭の航空母艦、ジェラルド・ R ・フォードで初採用した電磁式カタパルトには不備が続き、収益に時間を要したことから、中国海軍では時期尚早だとも見られてきた。それを裏付けるかのように、建造中断が伝えられていた004型が、今回の報道で、原子力推進型として建造が再開されるということは、思ったよりも早く、中国の技術レベルが向上したと言えるのかもしれない。アメリカが、原子力推進を大型の航空母艦採用している最大の理由は、ほぼ半永久的な、その動力を得ることで、世界中の海域に一隻で小国の軍事力に匹敵するほどの戦力を送り出せるからだろう。そうした空母打撃群と呼ばれるユニットを2密級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級1隻を、それぞれ中核として合計11ユニットも保有するアメリカは、確かに、それを
政治的にもツールにしてきた。しかし、反面、大型の原子力航空母艦を維持、運用するコストは膨大であり、アメリカであっても費用対効果を考慮した場合、今後の兵器としての航空母艦の継続を疑問視する声も上がってきている。そもそも、中国自体がアメリカの航空母艦の自国への接近を阻止するため、中長距離の対艦巡航ミサイルの配備を強力に推進しており、以前ほどアメリカの航空母艦を脅威と見さしていない説もある。そこへもって、今回の中国の原子力推進型の航空母艦の建造再開は、二律背反する兵器としての航空母艦の位置づけを中国海軍自体がどのように判断した結果なのかという点が気になるところだ。中国が一方的に自国のものだと主張し、周辺国と軋轢を強めている。南シナ海にしろ、すでに7つもの勝手に埋め立てて人工島とした地点に滑走路や港湾を設置して要塞化をしている状況にある。そうした点を考慮すると、中国軍の航空母艦、しかも原子力推進型で電磁式のカタパルトを実装するという手段は、ひとえにアメリカ海軍への対抗上の面子と周辺国への威嚇が主目的にも見える。今後の中国の戦略目標は、まず西太平洋海域への進出であると指摘されることも多いが、それにしても大型の原子力航空母艦を投入しても、その分野でアメリカを脅かすまでには道のりは遠いだろう。中国海軍が航空母艦に電磁式のカタパルトを装備したい理由は、スキージャンプ式の発艦方式の航空機よりも広い範囲をカバーできる。哨戒機や兵装を増加させた戦闘機の運用を考慮しているためだと思える。そうした固定翼機の哨戒機や艦載用の戦闘機の開発も同時並行はしているものの、戦略として見た場合、長い時間をかけて完成された運用を行うアメリカ海軍と誤するのは決して楽ではないだろう。中国はすでにスキージャンプ式の発艦方式で運用可能な戦闘機としては、2013年頃より J-15 を配備しており、今後の電磁式カタパルトに対応させる J-31 や J-20 を艦載用に小型化させる計画のようだ。ただ、本体としての航空母艦建造よりも、こうした艦載機の戦力化の方が遅れているようにも感じられ、特に電磁式カタパルト対応の艦載機は、まだこれから開発を本格化させる段階だろう。日本では護衛艦いずも、加賀の航空母艦化に注目が寄せられて久しいが、これが実現しても1隻あたりの艦載機数は10機前後と、打撃力としては限定的なことは否めない。このため、中国海軍の航空母艦などの大型水上艦艇に対抗するには、長射程の空対艦ミサイル並びに地対艦ミサイルの配備を南西諸島を中心に急ぐことが必須の対処策とみて間違いないだろう。